ヤスメーロ、アルベルト・ペティットは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称はユース。発音指示によると、生命はユースメイロ・ペティットと読むのが、より近い。2001年11月15日に、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入り。2003年は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級。 キングスポートメッツと A-9 ブルックリン、サイクロンズでプレイ。A-9 ブルックリンでは2試合に先発登板して1勝0敗、防御率2.19、20奪三振を記録した。2004年はまず A 級キャピタルシティボンバーズでプレーし、15試合に先発登板して9勝2敗、防御率2.39、122奪三振を記録した。7月に A 級セントルーシーメッツへ昇格。9試合に先発登板して2勝3敗。防御率1.22。62奪三振を記録した。8月に A 級ビンガムトンメッツへ昇格。2試合に先発登板して1勝1敗。防御率4.50。16奪三振を記録した。2005年は A 級ビンガムトンでプレーし、21試合に先発登板して9勝3敗。 防御率2.91、130奪三振を記録した。8月にトリプル A 級ノーフォークタイズへ昇格。3試合に先発登板して0勝3敗。防御率9.20、14奪三振を記録した。オフの11月18日にメッツとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2005年11月24日にカルロス・デルガドとのトレードで、 マイク・ジェイコブスと共に、フロリダ・マーリンズへ移籍した。2006年3月22日にマーリンズと1年契約に合意。同日に、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ配属され、そのまま開幕を迎えた。5月13日にメジャーへ初昇格し、翌14日のピッツバーグパイレーツ戦で、メジャーデビュー。6点リードの9回裏から登板し、1回を1。 アンダム失点に脱三振に抑えた。三度目の登板となった5月19日のタンパベイデビルレーズ戦では、同点の延長10回裏から登板。しかし、先頭打者のオーブリーハフから、サヨナラ本塁打を打たれ、メジャー初黒星を起死した。6月18日に、トリプル A 級アルバカーキへ降格したが、7月3日に、メジャーへ最昇格。 メジャー初先発となった7月5日のワシントンナショナルズ戦では6回を11安打後、失点と苦しんだが18得点の援護もあり、メジャー初勝利を挙げた。7月17日に再びトリプル A 級アルバカーキへ降格し、登録枠が拡大された9月1日に最昇格した。この年メジャーでは15試合に登板して1勝1敗、防御率9.57。 20奪三振を記録した。2007年3月2日にマーリンズと1年契約に合意した。アリゾナダイヤモンドバックス時代2007年3月26日にホルヘフリオとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。4月1日にトリプル A 級通ンサイドワインダーズへ移動した。4月22日にメジャーへ昇格し、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、 先発起用され、7回を4安打に失点と、高投したが、打線が1得点に終わり、負け投手となった。4月24日に、トリプル A 級通尊へ降格。7月3日に昇格後は先発ローテーションに定着したが、8月4日に、トリプル A 級通尊へ降格。8月19日に最初を格した。この年は14試合に登板して3勝4敗。防御率4.58。 40奪三振を記録した。2008年3月9日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後はリリーフを任されたが、6試合中4試合で失点し、4月27日にトリプル A 級通算へ降格。7月1日に最小格した。この年は19試合に登板して3勝5敗、防御率4.31。 42奪三振を記録した。2009年は開幕ロースター入りしたが、5月8日のナショナルズ戦で右肩を故障し、翌9日に15日間の故障者リスト入りした。7月4日に復帰した。この年は23試合に登板して3勝10敗、防御率5.8274奪三振の成績を残した。2009年11月5日にウェーバー工事を経て、 シアトルマリナーズへ移籍。2010年2月6日にディーフとなり、2月10日にトリプル A 級タコマレーニアーズへ降格した。3月17日に放出され、26日にマリナーズとマイナー契約で再契約した。この年はトリプル A 級タコマで24試合に登板して4勝2敗、防御率6.89、55奪三振を記録した。オフの十一月六日に、 FA となったが23日にマリナーズとマイナー契約で再契約した。2011年は登板のないまま5月1日に放出された。マリナーズ対談後はメキシカンリーグのワッハかウォーリアーズに加入。7試合に登板して1勝2敗、防御率4.17、28奪三振の成績を残した。 サンフランシスコジャイアンツ時代2012年1月18日にジャイアンツとマイナー契約を結んだ。イマから参加のトリプル A 級フレズのグリズリーズでプレーし、28試合に先発当板して7勝7敗、防御率3.46、28奪三振を記録した。9月7日にジャイアンツとメジャー契約を結んだ。この年は1試合の当板にとどまった。 2013年3月17日に40人枠を外れ、トリプル A 級フレーズノへ降格した。7月23日にジャイアンツとメジャー契約を結び、同日のシンシナティレッツ戦で登板したが、1試合の登板に終わり、28日にリーフとなった。8月4日にトリプル A 級フレーズノへ降格した。8月23日に再びジャイアンツとメジャー契約を結んだ。 8月27日のコロラドロッキーズ戦から先発に復帰した。9月6日のダイヤモンドバックス戦では9回裏に島で無安打無失点無支給だったが27人目のエリック・チャベスが右翼前安打を放ち完全試合を逃した。続く28人目のエ j ジェポロックは3塁頃に抑えメジャー初完封を記録した。この年は8試合に登板して4勝1敗。 防御率3.56、47奪三振を記録した。2014年1月17日に、ジャイアンツと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。8月28日、46打者連続アウトの記録を達成し、マーク・バーリーの持つメジャー記録を更新した。なお、続く47人目の打者である投手のジョーダン・ライルズに二塁打を打たれた。 2015年12月2日にノンテンダー FA となった。ワシントンナショナルズ時代2015年12月14日にナショナルズと1年300万ドルの契約を結んだ。2016年は36試合に登板し、うち1試合が先発登板だった。3勝5敗1セーブ、防御率4.50、ホイップ1.32という成績であり、過去3シーズンと比すると防御率と、 ホイップが悪化して、やや低調だった。オフの11月3日に、FA となった。ロサンゼルス・エンゼルス時代2017年2月8日に、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。同日に第4回 WBC のベネズエラ代表に選出された。4月2日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。 この年は、先発1試合を含む60試合に登板して5勝2敗、4セーブ、防御率2.76、ホイップ0.95と、自身初の防御率2点台、ホイップ1.00未満を記録した。オフの11月2日に、FA となった。2017年11月29日、オークランドアスレチックスと2年総額1000万ドルの契約に合意したと報じられ、 12月7日に正式に契約を結んだ。2018年オフには日米野球の MLB 選抜に選出された。2020年オフの10月28日に FA となったが、2021年2月19日にアスレチックスと1年225万ドルで再契約した。オプションとして最大45万ドルの出来高が含まれる。ありがとうございます。